はい、こんにちは、ニャです。ただね、魔法石がね、111個配布されるんで、後悔しない使い道喋っていこうと思います。2月19日0時にね、もう配布されます。2時間後、3時間後ですね。なんで、絶対ね、無駄遣いしないように気をつけてください。で、今回ですね、使い道は全部で5通りあります。5通り中ね、4つはガチャで、1個はですね、いつも通り、まあ、ボックス拡張とか、スタミナ回復とか、フレンド拡張に使ってくださいってやつですね。111個配られるんで、まあ、11個くらいはですね、その辺の、まあ、フレンド拡張とか、ブロックス拡張とかね、その辺に使ってもらったらいいかなと思います。で、残りの100個をどうするかって話ですね。で、今回ですね、一番迷ってんのが、多分ね、みんなが迷ってるであろうことがですね、星7以上フェス限モンスターが確定で出るね、この魔法的20個のゴッドフェスですね。まあ、これを行くかどうか迷ってるんじゃないかなと思います。まあ、めちゃくちゃうまいんだよね、このガチャ。で、それ以外にもですね、いくつかガチャあるんで、まあ、じんぐりに喋っていこうと思います。まずですね、まあ、このガチャは置いといて、今やってるガチャはこちらですね。はい。パワーアップ記念忍者&ライダーガチャです。まあ、このガチャ引く人はですね、頭おかしいんでですね、まあ、ほとんどいないと思うんですけど、もし引こうと思ってる人はやめてください。課金普段しててですね、忍者ちょっと足りてないから引くとかはいいんですけど、この配布されたね、111個でウキウキでね、忍者&ライダーガチャ、もし引こうとしてる人いたらですね、どういう理由があろうともやめた方がいいと思います。もったいないです、魔法石が。で、続いてこちら。はい、バレンタインガチャもやってます。で、バレンタインガチャも同じくですね、沼ガチャなんで、季節ガチャは沼ガチャなんで、例えばアリナとかアキネとか欲しい人もですね、ぜひ交換してください。特にですね、バレンタインアリナ、アキネとか欲しい人は、ゴッドレス引いて玉もらって、玉で交換した方がまだいいです。交換できるんで。まだそっちの方がね、確率高いんで、全然ね、ゴッドレス引いた方がいいです。バレンタインガチャを引く人は、皆無であってほしいレベルですね。はい。続いてです。まあ、サピアとか狙いでちょっと引くのはいいかなと思いますけど、まあ、基本的に引く必要はないです。ってことで、はい、続いて3つ目のガチャでございます。それがね、星7以上フェス限モンスター確定のゴッドフェスでございますね。まあ、これもめちゃくちゃうまいんでね、引くのはありなんですけど、まあ、ちょっとね、ラインナップ見てください。こちらですね。はい、ラインナップこんな感じになってて、まあ、ピックアップでロイヤルオーク&ノーチラスシールフ&デイトナですね。これが 3% と 3% で、計 6% 新フェス限が出ますと。で、それ以外にですね、星7以上のフェス限が、ま、こんな感じでたくさん出るって感じになってますと。で、じゃあこれを引くメリットなんだけど、即戦力になるキャラがいますかっていうと、まあ、いません。簡単に言うと。簡単に言うと即戦力になるキャラはいません。まあ、ロイヤルオーク&ノーチラスとか、まあ、シールフ&デイトナ。これはまあね、即戦力になると思うんですけど、基本的にこいつら以外の 94% の確率で、当たりキャラは出ません。そんな感じなんで、マジで、あんまり引かない方がいいと思いますよ。無課金、美課金にして関しては、まあ、引きたい気持ちはわかるんだけど、ここはグッと抑えてですね、我慢しといた方がいいかなと思います。課金普段してる人はですね、絶対課金して、引いてください。50万円課金して引いてもいいレベルでめちゃくちゃうまいと思います。で、はい、こちらですね。一応なんですけど、無課金も引きたいんじゃっていう人もいると思うんですけど、こちら。まあ、ログインでですね、この無料でこのガチャがですね、5連引けるんですね。なんで、まあ、それで我慢してもらったらいいかなと思います。それでね、まあ、我慢して、魔法石はね、温存がいいかなと思います。で、これなんでかっていうとですね、はい、こちら見てほしいんですけど、はい、イベント情報ですね。まあ、2月19日に、いろいろ来ると。で、調合チャレンジも始まります。で、2月20日ね、あさってなんですけど、公式放送があって、公式放送ね、去年10周年記念だと、コラボが2個と、原画師イベントとかのレアガチャの新情報が1個で、計ね、少なくとも3個のガチャの情報が出てます。で、絶対そっちのガチャにね、引いた方がいいと思うんで、ゴッドエースはですね、まず特殊力にならないんで引いても。まあ、弾欲しくて引くのはまあいいんだけど、まあにしてもですね、やっぱコラボの方を引いた方がいい。特にね、新規コラボなんて来たら、新規コラボは引き得ですからね。何回引いても新しいキャラが出るんだから、絶対そっちの方がいいんで、ぜひですね、魔法石温存してください。特に無課金、美課金の人ね。課金してる人は20個ごとしに引いてもいいよって感じで、今回ですね、二極化しております。以上まとめるとですね、結論から言うと、普通に、普段プレイしてるね、課金してない人に関しては、魔法石温存がおすすめです。ゴッドフェスも引かないことがおすすめですね。めちゃくちゃうまいゴッドフェスなんだけど、引かないでください。なんとか我慢してください。無料で配れるからそれで我慢できるといいかなって感じです。で、普段課金してる人に関してはですね、このね、ガチャ、20個ガチャを引いてですね、ガンガン、弾を蓄えてくれるのはいいかなと思います。はい。以上ですね。コラボ絶対来るんで、もう絶対 100% コラボね、もうすぐ来るんで、温存してた方がいいと思います。ってことで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。